はい、遠野絵です。それでは今日は、文豪たちの名案という霊言が出たので、そのご紹介です。登場するのは、太宰治、芥川隆之介、坂口安吾、川端康成の4名で。このうち2人が地獄に落ちていて、2人が神様の世界に帰っております。 で何が明暗を分けたのかということを探求するものだと見ていいと思います。で芸術の名のもとに天国的なものと地獄的なものが玉石混交となってるわけですよね。でしかも最近は地獄的なものの方が数が多くなっているみたいで、まあ、そこの判定基準みたいなものが 聞いてるうちに何かだんだんと浮き彫りになっていくようなそんな霊言でした。まあ、とともに地獄に落ちている作家に救いの雲の糸が降りてくるっていうような感じもありました。どうも太宰治の方はこの霊言を機会に天国に上がれる可能性が出てきたのかもしれないという,うにちょっと感じました。でさらにに言えば文学における 悟りの香りみたいなものも垣間見えるような、そんなちょっと不思議な時間なんですね。で、作家別に見ていくと最初に登場したのは太宰治と。この方は1909年、明治42年に生まれて、1948年、まあ、終戦直後に亡くなった。 方ですね、去年38歳青森県の津軽半島の出身で東大の仏文化を中退していますで左翼活動での挫折をした後に、まあ、自殺未遂とか薬物中毒を繰り返しながらも第二次世界大戦の前からそれから戦後にかけて作品を次々に発表していきますで主な作品に 人間失格、走れメロス、車用などがあります。で、坂口安吾とともに、ブライ派と称されてるんですね。まあ、典型的な自己破滅型の死小説作家という、まあこういう定評になっております。で、38歳の時に愛人と玉川上水で入水自殺をしたと。 まあ言う方ですが、まあ、ただ地獄に落ちているとはいえ、怖い感じはなくてですね、まあ、会話上手な感じで、えよく喋られました。私は女たらしだから怖くないんだよと。相手の機嫌を取るのはうまいのさと。と、まあ、いうふうに語ってましたね。で、私は学生の頃、京王夫人という短編を読んで、な、ま、ぜ、あ、かそれが心に残っております。こう おもてなしに心を尽くしながら、実際は自分の心の中に闇を抱えていて、最後は自殺をするという不人の話だったと思います。まあ、どこか自分を投影している部分があるような感じですね。で、1時間余り語りますから、論点は大変多いです。えー、例えば、なぜ破滅型の人生を送ったのかとか、あるいはペン1本で 立つことの難しさとかですね。あるいは、デカダンス。芸術的大敗主義についてとか。それから、同時代の作家に対するコメントがいっぱい出てくるんですね。これ文学ファンにとっては非常に面白いところです。夏目漱石、三島由紀夫川端康成、坂口安吾、菊池志賀直也、森鴎外、 ドストエフスキー、トルストイ。まあ、いっぱい出てまいります。それから、面白いところでは、小栗旬が主演した映画人間失格、も太宰を描いたものですけど、それについて感想が結構出てて、二階堂ふみとか、サージリエリカに出て、もう、こ,こ出てきた女優たちに対するコメントも結構聞けます。それから、現代文学に対するコメントもありました。 実はあの、またよしというですね、あの、火花という小説で2015年芥川賞を取った作家も、太宰が大好きみたいですね。またよしの名前は出てなかったですけど、まあ、現代文学に対してのコメントが出てました。それから、どんな地獄に落ちているのかという話とか、愛人との真珠について、真珠についての話も出てました。 まあ、己の人生に対する反省の弁としてはですね、ちょっと意外なことに、お金の問題は芸術家にとって死活問題なんだということを強調してました。だから安定した収入を得るっていうことが本当に難しかったみたいです。だからもっと実学の勉強をするべきだったと言ってたのはちょっと意外な感じがしましたね。あの、お金を稼ぐための勉強を もっとちゃんとやっておくべきだったと言ってました。あと、冒頭ですけど、自分は勉強を完成させるところまでやる根気がなかったということを語っていたのが印象的でした。根気の問題、だいぶ言ってましたですね。それから、あまあ、なかなか、あの、大川総裁の元を去らずに、なんか居座ろうとしたので、芥川龍之介を呼んで、総括してもらったと。 こういう感じの流れです。で、二番目に出てきたのが、芥川龍之介と。で、この方は1892年、明治25年に生まれて、1927年、昭和2年に亡くなってる。去年35歳ですね。太宰治より17歳年上で、まあ、太宰が18歳の時に、芥川は自殺してるんですね。で、東京都中央区の出身で、東大英文化卒と。 あの、東大仏文化よりはかなり難しい学科だったみたいです。で、短編小説の名手であって、蜘蛛の糸、年春、羅生門、花、トロッコ、カッパ、まあ、いっぱいありますよね。太宰はですね、芥川龍之介のことを天才とかですね、 本当の秀才という,ふうに呼んでましたです、ねまあ、非常に簡潔に芥川は太宰の足りないところを指摘していました彼が大敗生活から抜け出すためには何が必要になるのかというところも語っていました、まあ、最後にですね、まあ、なんとか彼をテイクケアしてどうにかするっていうふうに慈悲をにじましておられましたですね まあそこに救いがあったように感じました。それから3番目に出てきたのが坂口安吾と。1906年、明治39年に生まれて、1955年に亡くなった、去年48歳ですね。だから、太宰治より3つ年上で、まあ太宰より7年長く生きた方ですけれども、 戦前戦後にかけて活躍して、近現代日本文学を代表する作家の一人という位置づけが述べられている、そういう説明がありました。新潟県新潟市出身。東洋大学のインド哲学倫理学科卒業の方ですね。で、有名なところはま堕落論ですね。あと白地とか二流の人とか、 不連続殺人事件みたいな、まあ、こんな作品があって、この方、芥川賞の選考委員を10年間務めてるんですね。でその中で松本清張などを推しておりました。で、太宰の人間失格と坂口暗号の堕落論っていう、こういうところ、まあ、この辺が二人はブライ派と呼ばれるゆえんなんですねで。人間失格して堕落するみたいな感じですけど。 で、ダザイオサムは自分と同類だと語ってました。まあ地獄に落ちてて、もう俺の本を読む人もいないからそろそろ許してくれよと、まあいうふうに冒頭で言ってましたですね。ただあの、ダザイのように意志薄弱で、まあ地獄に落ちたのとは違って、地獄に落ちて何が悪いのと、まあ開き直るタイプでしたですね。だから神への反逆罪だと自分では言っておりました。 まあだから、ちょっと思想犯の部分が入ってて、ちょっとダザより深い地獄にいる感じがあってですね、雑誌牢に監禁されてると言っておりました。仏教についての見解も語ってましたね。えー、まあかなり歪んでましたけれども。それから、診断についても語ってました。まあ悪人小季節があるんでね、やっぱ気になるところなんでしょう。他の作家についてのコメントでは、まあダザ治について、菊池寛 アクタ之介、川端康成、それから、確か石原慎太郎についても語ってたと思います。これ、太宰の方だったか、ちょっと記憶が、あの、曖昧ですけど、まあ、どちらかが石原慎太郎の太陽の季節についても語っておりました。この間の霊言を、やっぱ二人聞いてるみたいですね。で、まあ、自分の人生を振り返ってどう思うのかとか語ってたし、 また、現代人へのメッセージを語ってました。ちょっとしくじり先生風でしたですね。で、こちらの方は、川端康成を読んで、総括をしてもらったわけです。で、最後に登場した川端康成、1899年に生まれて、1972年まで生きた人で、まあ、去年72ですね。で、この方は、芥川龍之介よりも7つ年下で、 坂口安吾よりは7つ年上ですね。太宰よりは10個年上と。大阪府の大阪市北区出身。まあ、東大の国文学科卒ですね。大正昭和にかけての、まあ、近現代日本文学の頂点に立つ作家の一人と言われていますで。1968年にノーベル文学賞を受賞と。代表作は伊豆の踊り子、雪国、 千羽鶴、山の音、まあ、こんなものですね。で、太宰治からは、神様と、しきりに評されていましたですね。それから、坂口安吾には、あんな美しい文章は書けないと、まあ、言わしめておりました。 なんかこう、坂口安吾の、もう紙くずだらけの四畳半みたいな、そこでなんかペンを取ってるみたいな世界から、川端康成に移行すると、なんかこう、伊豆の、鹿野川の清流でですね、伊豆の踊り子を見たような世界に移ると、まあ、あまりの波動の違いにですね、その清々しさに、 私もなんか思わず涙がこぼれました。な、なんか涙がずっと伝わったですね。で、短い場お言葉でしたけど、なんか主玉の輝きがありました。これは直接聞いてもらうしかわからないと思います。ご自分のことを美の放仕者だと言っていてですね。まあ、そしてまあ、佐賀口安吾に対して、えー、ある種のまあ説教を述べておられました。で、まあ、その後私も、この、 川端康成のこの波動にちょっと感動しましたんで、17年ぶりに川端康成の名著の伊豆の踊り子を読み返してみたんですね。ちょっと好きな一節を朗読してみたいと思います。この美しく光る黒目がちの大きい目は踊り子の一番美しい持ち物だった。 二重まぶたの線が異様なく綺麗だったそれから彼女は鼻のように笑うのだった若ぎ霧のように足のよく伸びた白い羅針を眺めて私は心に清水を感じほーっと深い息を吐いてから ことことと笑った。しばらく低い声が続いてから踊り子の言うのが聞こえた。いい人ね。それはそう、いい人らしい。本当にいい人ね。いい人はいいね。まあ、こんな一節が私の好きな ところですね、えーまあ、伊豆に咲いた短くて美しくてすがすがしい若者同士の恋心、まあ、こういったものを描いた名著であります。まあ、ということでですね今回は太宰治芥川龍之介坂口安吾川端康成という、まあ、文豪たちの明暗を見ていったわけであります。まあ、つまり 才能ある人たちにおける天国的心境と地獄的心境の違いが分かるという霊言でした。で、しかして、まあ彼らに共通して見る現代人より深い心の火だみたいなものも感じました。で、さらには、こう、地獄に降りてきた雲の糸みたいなものも感じられるし、伊豆の踊り子に見る 清水のような美の悟りですね。こういったものも感じました。なんかこう、一時タイムスリップして別世界を垣間見たような不思議な一時でありました。実際にその波動を味わってみることをお勧めいたします。それでは今日は以上です。ありがとうございました。